聖書の土地博物館は、エルサレムにある考古学博物館。古代エジプト人、カナン人、ペリシテ人、アラム人、ヒッタイト人、エラム人、フェニティア人、ペルシア人といった聖書で叙述されている民族の文化を展示している。これらの民族について、人々に歴史的背景の中で正しい理解をさせることがこの博物館の趣旨である。 博物館はギベット・ラムの博物館通りに位置しており、イスラエル博物館とイスラエル考古学庁及びブルームフィールド科学博物館の間にある。1992年、エリー・ボロフスキーのによって彼の個人コレクションを収蔵して設立された。ボロフスキーは1981年にエルサレムを訪れた際にホテルでバトヤ・ワイスと会った。彼女はイスラエルに ボロフスキーのコレクションを持ち込み、彼の構想を実現できる、博物館を設立するように進め、エルサレム市長、EN、テディ・コレックと連絡を取らせた。ボロフスキーは、ワイスのアドバイスを受け入れて、聖書の土地博物館を設立した。ボロフスキーとワイスは後に結婚した。メインギャラリーでは、古代近郊地域の考古文献、偶像、硬貨、彫像、武器、陶器、 封印といった数多くの人工遺物を展示している。アルファベットの起源やエンバーミング、アブラハムの旅程など、多くの展示物に成功に練り上げられた概要記事が壁についている。エルサレムの古代遺跡であるウルのジックラトやギーザの再現モデルも展示している。近藤の生活史に重点を置く一方、館長は関連する聖書の不死に注意を促している。一例として、 アナトリアの水亀の展示では、我が心の中に、ご不ことを終わる前にリベカその瓶を肩に乗せてできりに、下りて、水を汲みたるにより、我彼にこう我にのましめよと、元ければという一節を引いている。メインギャラリーは、年代順に20セクションで構成されている。資料時代から定住まで文明化の、到来象徴的なコミュニケーション性の読み書きと著述の、 物語先十二種族長時代の世界サマリアの、寺院古代エジプト王国創世期十四章、戦争の時代種族長時代ユダヤ人の、エジプト翼流界のミニイランの騎馬民族の到来、アラム人の石器各国のイスラエル人アシリア、怒りの道ペルシアの繁栄ヘレニズム支配ローマと、ユダヤローマ人とコプトのエジプトサ山頂のメソポタミア、バビロニアのタルムードの故郷、ありがとうございます。